グリーンスターやっていきましょう。やることにするぞ。とりあえず全部やってやるぞ。さっき動画数の大まかなチェックをしてきたんですけど、多分パート28ぐらいまでいってそうなんですよね。どこにあるのかわかんないからな。あー、知らん。その怪物なんかもう知らん知らん。さっき2回目のエンディング録画したけど、クッパのところ何一つ喋ってないから、多分ねダイジェスト気味になんかチーンってなってると思うね。さーて、グリーンスターを探さなきゃいけないんだよね。こういうところにひょっこりあるかもしれないので、全部しっかり、なんかもう見つけたぞ一個。早っ。これは楽で助かりますね。どこや、音が遠くなった。あれ、さっきまであったじゃん。あれ、音が近くなっている。どこや、もしかしてこの裏あった。あれはね、あー、でもここはちょっとやっといた方がいいかな。試してみたいことがあるんですよ。動画中ではあんまり使って、あー、なんかさ、初プレイの時よりズルズル落ちてるからちょっとうさんくさいよね。これはありましたね。これ試してみたいことがあって、これね、いけるか。これスピンしてからヒップドロップするとちょっとホーミングするようになるんですよ、敵に。キノピオとかにスターにできるかどうか検証したくて。おお、ちょっとホーミングしたの見えましたかね。多分効いてますね。あれ、グリーンスターが落ちてるはずです。これさ、まだ音聞こえないからないとは思うんですけど、裏側に何か置いてるとかありそうですよね。そういうところも疑わないといけない、今回は。まだ特に何もない。ん、ちょっと待って、マップ違うやん、マップ違うやんそういうことする。全部マップつながってると勝手に思い込んでたのは私の責任ですけど、そうか、素直にね、最初のオープニングムービーを省略したいとかいう欲望の塊のような理由だけでそっち選択するのはちょっとまずかったですかね。そら見つからんわ。スターの音が聞こえるとか言ってましたよこいつ。聞こえるか、ないわないんじゃ。よし、いけ。さあ、じゃあちょっともう場所は分かったんで急いで解消しに行きましょう。素直にそのね、グリーンスターのステージを選んでいくのが基地だね。あ、間違えたこっち行って普通に堂々と後ろ行ってどうすんねん。あかん、もう混乱してる。さっきご丁寧に見せてくれた気もするんで行きましょう。なんか音聞こえる、音が強い。もしかして視点変えたい。なんか聞こえるねんけど、どっかから見えないかな。絶対音聞こえるんすよ。地下ない？中か？あった、中や。あった。外かと思った。もうグリーンスター君はちょっとね、一味違う場所に仕込んでたりもするので、探すのがちょっと苦労しそうですね。ありとあらゆるところを疑わなきゃいけない。こっちは別にどうでもいい。これは違う。ここら辺は全部回収してこっち来て、おい、
どこに行けばいいんだろうね。近くなってきた。あった、あそこや。あれや。あったけど、あれ。え？これ。ほら、おし。なんとなくあそこに飲まれたら負けって感じしますよね。とりあえずこれで1の1は全部コンプリートです。見えた。見えた。もう見えたわ。今回は早いですね。じゃあ行きましょう。教えてくれるのはなんやかんや優しいですよね。今のところは後半は絶対教えてくれないと分かってますからね。あ、なんかおるわ。しゃあないしゃあない。うん、分かった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 。無視。これどうすればいいの。よし、くん、おやすみ。よいしょ、同じマップですね。じゃあ今度はヨッシーくんを叩き起こしましょう。寝起きとか眠いとかね、過酷な労働を強いられてるからちょっとぐらい休ませろとか、そんなのマリオくんには知ったこっちゃありませんね。この英雄マリオのために働けることを喜ぶんだな。そういえばヨッシーくんの言葉は聞けるかもしれない。ああ、痛い痛い痛い。こんにちは。あ、聞けなかったよ。もうどうやら喋る記憶もないようですね。あ、元気出していこうぜ。グリーンスターはどこぞ。これ確か連続で食べればなんか残機が増えるっぽいんですけど、うまく食べる方法が未だによく分かってないね。スターピースも集めとくか。キノピオくんがね、その数に応じて姿を変えるんですよ。スターピースを預けた個数で多分喋ったと思いますけど、まあそれがあるんで最大まで預けることに意味がありそうなのに。よし、このギミックあんまなかったですね。そういえばここぐらいじゃない引っ張るの。お、ここ確か噴火してこうパーみたいな。さあ探さないといけない。お、一発。音は聞こえないですね。多分大丈夫ですよ。ん？これ動画中でやってましたっけ？引っ張るの。まあいいや。動画中ではやってないようなことがまだまだありそうなんで、そういうところも今回紹介しつつやれたらなと思ったり思わなかったりします。どうしましょう。引っ張りにくいですけど、ここ許してやるよ。許さないけどな。ここから登って、まだスターの音は聞こえないはずです。よいしょ、そろそろ来そうだな。まだか。いや、もっと聞こえないんですよ。大丈夫やと思う。もう通り過ぎたんだよなとかありそうで怖い。でもそろそろゴールここか。見ろ見ろ見ろ。あった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 、あっちや。あれか、ほんまに。よし、さよなら。ヨッシーくん痛いやろりな。でもマリオくんは痛くないから頑張ってな。よし、よし、ここか。
うわ、なんかさりげなくやったけど乗り捨て強制か。ついに落ちるとこまで落ちたな。あー、意外とこれタイミング合わさないとスピンでの上昇は期待できないですね。なるほど。わあ、マジか。あ、踏ん張ってからかな。踏ん張ってからですね。踏ん張ってからなら届きそう。でもなんかこれ強制されるとなんか虚しさが増すな。 OK。 ここまで寝起きを叩き起こして連れてきたのにゴールするとき、はいもうええぞお前みたいな感じね。いや、いいと思います。マジ3つ目だった今の。うわー、こういうことするか。見落としたのか、1個。どこや、見落としてしまったということか。嫌やな、探さなあかん。甘かったか、調べるの。ボーナスマップも一応見といた方がいいですかね。ん、普通にあるやん、普通にあるやん。目が点になったわ。あるやん、あるやん。あれあれ、踏ん張れなかった。ヨシー君ついに足が動かないか。そっか、こっからかよ。寝るところからか。普通にあるじゃないですか。何やってんすかね。あれ、ヨシー君の力借りずともいけるんじゃないのね。たまにはヨシー君にも休みをプレゼントしてあげようというマリオ君の優しさね。うるさいなもう。カメラの視点がさ、どうあってもカメっ子を倒せとうるさいんだが、無視したい。あー、ここ地味につらい。まさか、お、ありがとう。ナイスやぞ、ナイスアシスト。さあ挑戦しましょうか。これが取れたら100万円ってやつですね。やっぱいらんやんけ。いや、普通はいる感じでしょうけど、うまくジャンプ中に攻撃を食らったらね、あそこの沼も無視できるようですね。ちょっとした発見。いや、よかったよかった。最初に気づいていたらこんなこと多分試さなかったかもしれない。よかったよかった。こういう習慣がいいですよね。さあ、回収回収、次。1動画で10個分ぐらいは回収していきたいですよね。それでも12動画か、やばいな。まあいいんじゃないの。レッドブルーパネルでのこれ、命をこれ裏側に置いてるでしょ絶対。パネルのスッと降りろっていうことでしょうね多分。でもスピンのあれができるってことが分かりきってるんで、今回はそんなにあったけど。高くない？高いぞ。どうしましょう。まだ音は聞こえてないか。この上に1個ありましたよね。さーて、あれをどうやって取るか考えようぜ。そういうことか、わかりましたよ。あ、まあ、危ね。そういうことじゃない。ワン、ツー、こういうことやと思います。多分。でもちょっと距離が届かないか。危ね。あ、しまった、余計なことしないで。オッケーオッケー。でもこういうことやと思うんですよね。届くか、そもそも。まあ、ミスったら死ぬけどやってみるか。普通のこれで届きそう。絶対届かん、絶対届かんから。こっちからいけるんじゃない、これ。右でもうちょっとゆっくりでもいける。これやってなかったからな今まで。この電気バー君たち、あいつ何やってんやろなみたいな。
よし。なんか2段目のジャンプが全然違う気がするから、走りながらじゃないとできない可能性がありますということにしてください。ようやくできたのであそこでずっとなんかね、マリオくんもついに気が狂ったかみたいな動きしてたんですけどね。さっきあんなにたやすくできたことが停止した瞬間にこうもできなくなるなんておかしいと思ったので、まあああいう風にしていました。そもそもあそこでね、何のデメリットもなくできる、挑戦できるっていうのはね、電気バーの意味がないですし、まあうんたらかんたら、まあこれはさすがに1と同じマップにあると思うので、ダッシュで取りに行きます。ダッシュでダッシュします。ね、こんな無視っすよギミックなんてね、もう今となっては。よし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 、ギミック無視は気持ちいいぞい。さあこっからだ、グリーンスターまた探さないと。なんか見えたぞ今一瞬、緑の光、気のせいか。ん？気のせいでしたね。思いっきりあそこで輝いていますから、もちろん。よし、今度はどうしろというんだ。 あれあそこであれやれってか。これ、大変つらい。あさっきの同じ理屈でいくと斜めでジャンプしながらやから、そこら辺を調整する必要がありそうですね。まあ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 、なんか単純な2つですけど順調にステップアップしてる感じが嫌いです実に嫌いです。殺意高いな。だが二度はやられんぞ。わっふー、教えてくれてもええんやぞ。音聞こえましたね、今の場所から。ここは聞こえない、今の場所から聞こえた。つまりここにはないということか。ここないぞ、ここ無視。さっさと上がろう。どこや、ドリルあった。失礼、お邪魔しまーす。よし、どっから行けばいい、ここかな。違う、久しぶりだと忘れますね、やっぱり。まずはワープの位置を確認。ここに行きたいのか、ここか。じゃあここか。お邪魔しまーす、どうも。はい、了解しました。君たちの仲間はぶっちゃけ助ける気ないんですよ今回、ごめんね。聞こえる。あ、あんなところに。ミスったら死ぬぜ、でも行くぜ。あ、危ねえ。おおお、え、どうなってんのこれ。なんかすごいことになってんですけど、すごいことになってんですけど、これ。え？わっ、は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 っ、こういうこと、こういうことなの？こういうことなの？ほい！オッケー。ヒヤッとするなぁ。いっそ飛び降りる方がまだ楽やったよ。こんなところにわざわざ登れと。さあ来ましたが、見えたぞ今、何か見えたぞ。私の目は節穴ではないはずだ。今絶対にあったぞ。怖いなこの人たち。あれか、またあれやれってか。
まあ、あれ大好きやな、このゲーム。届かなかったぜ。でもやることは合ってるって分かっ、待っていいじゃない、待ってない、君別に待ってないからゆっくりしといていいよ。ごめんね、待ってない待ってない、ゆっくりしといて。よーし、タイミングは大丈夫。まあゆっくり行きましょう。これ好きね、使わせろね。あー、しまった、近すぎたか。あれ嘘、合ってる合ってる合ってる、角度が悪かっただけ。まっすぐ行こう。 OK。 なんかこれ好きですね今回。まあ回収です。2つ目では3つ目参りましょう。うわ、どこや、しまっちゃってるんだろ、どうせしまっちゃうんだろ、あの中にあるぞ。音を、音を聞け、注意。あー、影か、ずいぶん久しぶりな気がする。でももう今となっては君とも長い縁だね。痛い痛い、どつくな、3人だけかよ、これだけかよ。いろいろと突っ込みどころあるんですけど、まあいいや、ダメージ受けちゃってるしな、私がむしろ突っ込まれる。お前食らっとるやないかと。さて、こんにちは。聞こえる、確かに聞こえる、音が、スターの音が聞こえる。これ一発ミスったら終わりだよな。どこや、あっ、そんな、僕はこの命を失うことさえ許されないのか。楽して取れるならそれに越したことはないぞ。無理でした。あ、踏むな踏むな、あ、しまった、進んでしまった、やめろー。うつだ、あ、死ねる死ねる、私はここで死ねる。あー、死のう、笑顔笑顔笑顔。ねえねえ、どんな気持ちされながらやられる気分はどうですか。ギリギリ蹴るくないかな、無理ですね。ほら、僕の顔を食べ、押さないでください。なるほど、いけそうだ、邪魔、おい。すっごい簡単やったのにね。まあともあれ、今回の録画は一旦の区切りとしましょうか。ありがとうございました。